おはよう、ヘナカムラです。第2弾は、優しさに包まれたならを歌ってみたいと思います。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。優しい気持ちで目覚めた朝は、大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて、静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。小さい頃は神様がいて、毎日愛を届けくれた。心の奥にしまい忘れた大切な箱を開く時は今。雨上がりの庭で口なしの香り、優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。カーテンを開いて、静かな木漏れ日の優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。おい、お聞きいただいたのは松添由美、由美さんで、優しさに包まれたならでした。いい曲、いい曲すぎる。サビに行く前がめっちゃ好き。優しい気持ちで目覚めた朝は、大人になっても奇跡、このすねは起こるよ。開いて、静かな木漏れ日の優しさにみたいな、キュンキュンってくる、キュンとキュンとする。改めて聴いてもめちゃくちゃいい曲です。ユーミン50周年おめでとうございます。今日はこの辺でバイバイ。ユーミンの曲もうちょっと歌いたいなと僕が単純に思ってるので、よかったらリクエストしてみてください。オーライ、またね、バイバイ。